注目の2人が久々の顔合わせです。安倍総理大臣と内閣改造の目玉である安保法制担当大臣を断る姿勢を示している自民党の石破幹事長が先ほど党の役員会で同席しました。人事をめぐってぎくしゃくしている2人ですが、役員会冒頭の撮影には2人とも笑顔で臨みました。安倍総理はこの中で1年11ヶ月お世話になりましたと役員たちの労をねぎらい、党の役員人事と内閣改造を来月3日に行う考えを伝えました。ただこの場で人事の内容について話題に上ったかどうかなどは分かっていません。石破氏は昨日、安全保障政策について安倍総理と考えが一致する方が望ましいとして安保法制担当大臣への就任を誇示する考えを示しています。その一方で幹事長続投に意欲を示しましたが、安倍総理は否定的な考えで調整が続くことになります。